バーベキューの実際の焼き方ですね。最初にあらかじめ火を強火でつけておいていただいて、こちらのプレート十分に熱されるまでちょっとそのままお待ちください。で、ある程度煙が出るぐらいまで熱されたら、油をよく塗ってから食材を乗せるようにしてください。そのまま乗せちゃうと焦げてこびりついちゃうので、まあ後で添えそうの際にそうするとかなり大変になっちゃうので、油をしっかりと引いてから食材を乗せるようにしてください。